はい、今日はあのベイベードバーストのロストロンギネスの大回転ベイとこのランダムブースターのボリューム5を見つかってきました。今日はこれでちょっと開封してみて遊んでみたいと思います。はい、じゃあこの先にランダムブースターの、ボリューム5から開けていきたいと思います。そして狙うはこのレア1の、ギガントガイア UF っていう赤いベイ、今度やっていきたいと思います。じゃあ早速開けてみようか。はい、じゃあ1個目、えちゃいいよちょおほー、来た、何それ、見して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 、はい、レイアウトドライバーとディスクはこんな感じです。うん、なんかかっこいいですね。うん、こっち、はい、じゃあ2個目開けます。おお、脱じゃな、あれじゃない、なんか緑のレア2の、あ、飛んでない、お、ほんまだ、レア2じゃん、レア2、レア2、イエーイ、レア2出ましたレア2はベイブレードラー CLC 同 CP でベイブレードアニメ化15周年記念モデルのやつで、2001年に放送開始をしたアニメバク転シュートベイブレードに登場したドラゴンシールシールドがバーストバージョンになって登場ということですね。だからすごいじゃん、なんていうっけ、もう一回最小品化するやつ。はい、レア2のドラシエルシールド CP が出ました。まあこれベイブレードのアニメ化15周年記念モデルを再販したような感じですね。で、まあこれは元は普通のベイブレードでバーストバージョンになったらしいです。はい、とりあえずよし、じゃあ次行こう。はい、じゃあ最後です。レア1を狙って頑張ります。何を頑張るか分かりませんが、もういいわって、なんで特殊ですね、なんかここが、めっちゃなんかすごい、なんかこれ邪魔しそうですね。はい、これはゼノスエクスカリバー VC ですね。ゼノスエクスカリバーパーバーチカルクロー。はい、なんかドライバーがかっこいい。ということで次は左回転ベイを紹介していきます。はい、じゃあ左回転ベイ開けます。お、なんかすごいじゃん。いいよ、シール貼る。ドラゴンモチーフのメタルパーツにより超重量級のアタックを相手に与えることができる。アタック型ですかね。で、これは通常のベイター逆に回転するらしいです。ロストロンギネスの NSP の左回転はこんな感じです。へえ、すごいな。はい、で、これは左回転専用のシューターですね。よし。やってみたいと思います。はい、今回ちょっと開封してみた左回転のベイとこちらのボリューム5のベイでちょっと戦わせてみたいと思います。はい、じゃあちょっと試しに回してみたいと思います。ハッケー上げてやるね。よっしゃ、はい、お、すごっ。で、多分他のベイでは回らないんですよね。あれ、回った。ちょっと今の失敗したけど一応回ります。はい、多分これどちらもありますが、多分特性を生かせるのは左回転なんだと思います。はい、じゃあ今回開封したこの左回転ベイとレア2でやってみたいと思います。竹地です。ちょっと出だしから不調、ちょっと難しいですね。いつもと逆なんでちょっと難しいですが、やっていきたいと思います。はい、じゃあ、ちょっと待って、じゃあ、スイッツーワンゴースッ、スイッツーワンゴースッ。
きましたね。はい、じゃあスイートマンゴッシュ。スイートはゴーシュッ。おおすげえ、こんぐらいのやつ限度だった。おおすげえ、左回転めっちゃ強い。てか今私うまくいけた。おっしゃ、あーまさか強すぎてもこれいけんやつか。ハリくんのベイブレードバースのランダムブースターボリューム5とあと左回転ベイを開封してました。ロストロンギヌス、うん、を開封したんですが、左回転すごく強いですね。これ上手い人が打ったらちょっと結構強いと思います。大会にも勝てるかな。はい、はい、でレア2のドラシエルシールド CP は全然強くなかったですね。多分ちょっと小ぶりなんだと思います。はい、今回時間なくてシールを貼らなかったんですけど、また今度貼りたいと思います。レア1が当たった人は強かったとかちょっと教えてくれたら嬉しいかなと思います。ということでまた見てね。バイバーイ。